皆さんこんにちは、こんばんは。メイン MC のプーです。アシスタント MC のリです。よろしくお願いします。お願いします。ということで、はい、最終節、ついに正真正銘、絶対に負けられない戦いです。そうですね、結局ここで決まるんだよね。どんないたずらなのか、本当になぜこのゲームを最終節に。いや本当にだよ、なんかいたずらですね、運命のいたずらってやつですよ本当に。して我々は越えなくてはならない高い壁、はい、相手はモンテリオ山形ということで、ここでアウェーですよ、しかもアウェー山形、ほぼ勝ったことないんじゃないかっていう。そうですね、まあちょっと後ほど話題には出すけどね、まあ丸 5,6 年勝ってないっすよ。あのマジで山形超苦手ですよね、本当に。壁がね高すぎるんだよね、最後の最後で。だからまあこれをね乗り越えてこその我々ですから。間違いないです。あの見ていきましょう。まあ本当に勝たなきゃいけない試合ということで、まあ遥か昔になりますが、開幕節の試合ちょっと振り返っていきたいと思います。はい、開幕節、まあ本当に2月ですね。本当にお互いオフから前評判が良かったチーム、ホームで2対3逆転負けということでした。まあ始まって早々コーナーキックからキャプテン鈴木大輔で、まあ正直めっちゃ期待したよね、今シーズンいけるなっていう期待も見えた。そうなんですよ。ただまあ相性なのか何なのか、後半始まったらまあチームが変わったかのように失点をね、まあ積み重なってしまったと。はい、まあ、正直シュート数とか見ても、まあ、内容的にはそんなに変わんないんだけど、まあ、決定力とか、まあ、やっぱり勢いみたいなものはやっぱり感じたね、攻撃の分厚さ、層の厚さみたいなものは。まあそうだね、スーパーゴールとかも多いし、うん、山形ってジェフとやると。そうですね。ただそれでもかなりこの試合は何もできなかったっていう印象があるよね。そうだね、本当に。まあ我々としても今シーズンこそってところもあるし、モンテディオも去年ねプレーオフで今シーズンこそっていうところで、まあ出花をくじかれる。まあ千葉はね最初復調はしたものの、まあここで勝ち点3取れてれば今ちょっと違ったかもなと思えるような試合だったかもしれないですね。まあそんな試合は多いですけど、はい、とにかく山形何がすごいって、はい、あの中断っていうか、まあ折り返し期間の夏の補強ですから。そうなんだよ、あのね、このチームを見たところで今のチームは違うんですよ。そうなんですよね、山形、まあ、問題なのは夏の補強もちょっとあの紹介したいというところで、まあ、現在の山形がどういったチーム、どういった状況なのかっていうところも、まあ、詳しく振り返っていきたいと思います。はい、現在、まあ、どういう状況かと言いますと、まあ、8区の8連勝中ですね。そうね、本当に負けない。やっぱりなんかこの時期の山形って強いんだよね、去年もそうだったけど。あの去年もね最終節でプレーオフを逆転で勝ち取る山形、はい、そうだね、うん、ただ我々も負けてはられないですから。そうなんですよ、まあ、なんか土壇場に強いみたいなところもあるし、まあ、先ほども言ってくれたように夏場ディサロ選手、土井選手、シロワ選手っていう、まあ、なんか超即戦力を補強してしっかりとブーストがかかったのはもう間違いないんですよ。いや、あの土井翔馬レベル違いみたいなね、うん、結構みんな言ってるじゃないですか。あのもう本当に まあ結構ベテランの選手なんだけどね、 J2 呼んじゃいけない選手ではあったね、正直。まあこれでヒエラルキーがかなり変わってきたというか、チームが変わってきたというか。間違いない。それでおいてディサロが帰ってくる、あの現在13試合7ゴール、絶対に J2 では結果を残す男っていうね。いやー、ドイとねディサロだけで10点以上取ってるよね、ここ取ってます、ね、後半戦だけで。でも間違いなく後半戦調子いいですし、まあ、2024年の通年で見ても複数得点めっちゃ多いし、ホームで勝ち点3を拾う試合っていうのが5割超えてるわけよ。まあ5割なんですよ。はいはい、まあ、やっぱりホームめっちゃ得意だし、去年結構守備がウィークポイントで、なんかプレーオフで戦ったとしてもまあ押し切れるかなみたいなイメージあったんですけど、もう明らかに守備改善してるんで、ハイクオリティなわけですよ、もう攻守にあたって。まあそうだね、
あの去年からですけど、まあ、開幕からですけど、はい、中盤がいい高江と、そうね、高江小西ボランチ、この2人やっぱり試合を支配できるボランチ2枚だよな。いや本当にね、そういったところでもう中盤の戦いになるし、うん、この試合に関してはそうですね。ただもうね、僕らも負けてられないので、誰がすごいとか誰がもう点取ってるとかもう関係ないんです。ゼロに抑えるしかないです僕らは。そうですね、これを。でまあおそらく予想メンバーもまあ現在めちゃめちゃ調子いいんで前節とほぼ一緒でしょうと。でまあ注目選手は一応土井選手を置きましたけど、はい、まあなんかやっぱセンターラインだよね。ここをなんか土井選手自由にさせてサイドがボール持ったらぶち抜かれたりとか、土井選手からパスが通って裏抜かれたりみたいな、まあ、正直長崎戦もね前半早々 PK とか与えましたけど、まあ同じ展開なりかねないみたいなところで気をつけたりと、はい。まあ今回の一応まあ試合としては、まあ、一応やっぱ気にするのはサイドみたいなところ、やっぱり去年から伊坂善人とかやられまくってるんで、まあ、ここでなんかそう不用意なファールとかもらってコーナーキックとかフリーキックからめっちゃ点取るんで、ここも気をつけたいですね。本当にね、あの突破力もそうなんだけど、セットプレーいいキッカーだからね、うん、伊坂全員。まあそうなんだよね、やっぱりねパスクロスハイクオリティなの出せる選手めっちゃいるからね。いや本当に気をつけたいし、まあどういう千葉もね、うん、どういうフォーメーションで戦うか、まあそうだね、選手起用分かんないけど、うん、とにかく中に放ればディサロがいるし、ね、こぼれればドイショマが突っ込んでくるし、そう、もうサイドで戦うしかない。サイドでしっかり抑えるとか、そうだね、中に上げさせないとかって、もうね、あと簡単にちゃんとやろうぜっていうところですよ。そうですね、まあ、なんか変なミスとか、まあ、シンプルななんかボンミスとかは絶対やめてほしいなって感じだと思います。はい、ということで千葉ちょっといろいろ話さなきゃいけないトピックスもあると思うので見ていきたいと思います。はい、前節長崎戦ホーム最終節、力負けですかこれは。いやー、まああの PK が決まってればとかたらればいっぱいあるけど、はい、長崎が仕上がってたね。まあなんかもう前半何点入るんだみたいな最終立ち上がり思ったよね。正直千葉が悪かったっていうか長崎が良すぎた。そうだね、まあ、なんか誰で点を取るのかとか誰でボールを運ぶのかみたいなのがすごくはっきりしてたイメージはありましたね。そうね、まあ、満身ジェフも満身創痍だったけど、うん、ここまで来てね、そうですね、あの野戦病院みたいになってるし、はい、間違いないです。出場停止も含め、はい、ただ個人技にやられすぎた、はい、そうだね、間違いないと思います。まあ、ただそんな中でも中盤、まあ、前半の終わりとか、まあ、後半立ち上がりは千葉の流れが来てたけど、まあ、そこを攻めきれなかった、まあ、てかゴールキーパーもめちゃめちゃ止めてた、ビッグプレーあったけどみたいなところで悔しい負けにはなりましたと。はい、で、まあ、なんかメンバー的なトピックスで言うと、まあ、最終ラインがなんかちょっとテコ入れなのか長崎対策なのかってところだけど、山越選手がスタメンで佐々木選手がサイドバックみたいなね。そうだね、まあ、外国人に対してフィジカルの強いところだったり、うん、あとは、まあ、エジカルジュニオみたいな速い選手に対して小川よりも、まあ、佐々木の方が良かったのか、そうだね、とかいろいろ含めてあるけど、まあ山形に対してもね伊坂全員そうだね速いですから、速い、まあ、どうやって守るのかっていうところを含めてちょっと最終ラインの起用は考えなきゃいけないし、もしかしたら日高とかも最近ねジェフのインスタとか見てると上がってきてるから、そうだね、確かに確かに本当にねいろいろな選択肢を持って臨みたいですね。まあ、毎週のように総力戦総力戦言ってますけど、まあ結構そこら辺の起用も気になるところで、うん、でまあ結構左サイドバックっていうところはね今回の対戦肝になってくると思うよ。そうだね、実際まあマッチアップが、まあ、伊坂でその後ろには河合歩っていうね、まあ、これもまた足元うまい選手だけどいるんで、まあ、ここは大切かなと、はい、で、まあ、ボランチは品田選手が帰ってくるかなってところで、まあ、攻撃がまたちょっとどうなるかというところではありますが、はい、注目選手、まあ、ちょっと迷ったんですけどやっぱりね2024年の千葉はこの選手と共にあると思うんですよ。まあそうだね、小森選手ちょっと上げないと仕方がないかなって気はしますね。まあ
本人が一番分かってると思うし、うん、あの PK が入ってればとか、そうだね、考えない夜はないでしょう。そうです、今週1週間で、まあ正直小森選手が得点したら勝率めっちゃ高いんですよ今シーズン、はいはい、76% みたいな出しましたけど、ただね割合で言ったらほぼホームなんですよね得点。そうだね、複数得点上げる時もホームだったし、そうなんですよ、やっぱりここでハットトリックもホームだし、小森選手自体が一皮二皮向けるためにはこのアウェー山形でのゴールっていうとこ期待したいし、やっぱり長崎戦もさ再度ちょっと対策されてた感あったじゃないですか。まあそうだね、田中和樹のとことかかなり、うん、ね向こう対策してたし、まあ、小森のとこまでボールが行かなかったっていうのもね長崎戦多かったので、ここをまあどうしていくのかってところだし、まあもうね今シーズン最後だよ、最後ですね、こいつにかかってるよもう間違いない。もう山形戦は、山形戦はっていうかもう今シーズンの総決算なんで、もう守りの千葉じゃないですから、今もう攻め続けるしか道はないと思うんですよ、もう強いチームに勝つには。はい、なんでもとにかく点を取れ、そう点を取れと、もうどういうね泥臭くても何でもいいから点を取ると、まあ、それには小森センターラインでの連携っていうところは欠かせないと思うのでね、まあ、なんか弱点をつくとかいうところもねもちろん頑張ってほしいけど、うちのサッカーで勝ってほしいね。もうね他力本願じゃないですから我々、間違いないっす。ベガルタがこけましたので、そうだね、一応いますと、一応6位ではあるけど、まあでもやっぱり負けたら落ちる、かなり望みはねそう薄くなりますからね、負けたら落ちる、うん、という気持ちで勝つしかない、勝つしかないっすよ。そして勝って1個でも上の順位で、そうですね、プレーオフをやって行こうぜ J1 行きたいね。正直なんか最近ちょっとやっぱ注目されてるからなのか、東京ヴェルディのサポーターの方とかがポロッとコメントくれるんだけど、やっぱりねあのルヴァンの新潟とかも見たけどさ、悔しいじゃないですか、かつて戦った仲間たちが。あと一歩なんだよ。そうなんですよ、ただねもうどんどん J リーグってさ、うん、一強二強がないじゃないですか最近。そうだね、確かにイングランドスペインとは違うからね、レアルマドリードだバルセロナがいないリーグなので最後何が起こるか分かりませんので、はい、もう信じよう。そうですね、山形勝ったら盛り上がるよこれね。逆に山形勝ったらプレーオフにもねブーストかかると思うし、ここ本当に弾みつきますから、一個大切にして戦いましょうよ。はい、それでは来週は必ずお会いしたい、プレーオフに向けての動画を撮らせていただきたい、はい、それではまた来週勝ってお会いしましょう。柏には負けられない。